ゆうぴーさん、はいはいはい、痩せられたんですね。はい、だいぶ痩せちゃってごめんなさい、誰か分からなかったですいやでも12キロ痩せちゃって、もう今たったの94キロしかなくて面白いです。お風呂も一緒です。なしでは生きていけない。そこまで。トイレも一緒かな。おっしゃる意味がちょっと。だって好きなんだもん。お相手は誰なんですか。ずっと一緒が当たり前、自然派カラコン、ナチュラリー。玉城ってのは熱帯白。今も一緒なんだけど。芸名がゆいぴーって言うんですけど、はい、ぴーの意味わかります皆さん。ピュアって意味なんですよ本当なんです。これは本当に純粋な女なんです。それなのにもかかわらずですよ、はい、ティナさんが今回イメージキャラクターを務めるということで、ちょっとこれは、はい、これは納得がいかない。有利じゃないんですか。まばらすぎないですか、シャッターの量パチパチじゃないですよパッケージを持って、実はこれ小顔効果も演出してるんですね、うん、オカリナもあるんですか。バケモンじゃそうですね、ちょっとねなんで舌出したんだオカリナ危ない、ティナも危ない。え、今もしかしてここのスタッフさんたち、私たちにナチュラリ使って可愛くさせて、自分たちがそれ見たいだけなんじゃないの。やだ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 これがナチュラリのやり方か。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。今のところはいないですね、まあ、ずっと一緒にいれたら、今19なんですけど、はい、もうすぐ20歳で、やっぱり一緒にいて苦じゃない人が楽な人、うん、楽な人がいいですね、優しくて、あと人見知りなので話しかけていただける男性がいいですね、はい、自然に私もこうナチュラルに見つけていけたらなというふうに思っております。自然にしててちゃんと見つかるタイプですかね。いやいやいや、自然にしててこうなってるんです人によるっていうところです。ゆうぴーさん、はいはいはい、痩せられたんですね。はい、だいぶ痩せちゃってごめんなさい、誰か分からなかったですいやでも12キロ痩せちゃって、もう今たったの94キロしかなくて面白いです。夜炭水化物を抜くっていうダイエットをオカリナさんと今ずっと、オカリナも実は気づきになられてないかもしれない、私も実は6キロ痩せたんですよ。そうなんですね、だから最初どっちか分かんなくて、どっちかどっちか、同じ髪型だったね、髪型もやっぱり冗談ですよもうお別れしちゃったっていう話、はい、前に出たんですけど、前そうですね、悲しいですけれども、今お友達になりまして、5ヶ月、はい、付き合いまして、楽しかったですあの別れた後本当気づきました、夜って怖いんだなって初めて知ったんですよ、はい、これ結婚諦めてないんで頑張ります、はい、子供3人欲しいんで、本当に一緒にいたい人を探すみたいなことですかね、はい、そうですね、はい、探していきたいと思ってます。いそうですか。いそうです。これがお前の捨て方かやり方かじゃない、なんで痩せられてないから痩せられてないです、ちゃんと円満に話し合いましたから